それでは今日も元気に行きまるほい。クリア率は約 12% なんだぜ。皆さん、安心してください。昨日が最終回じゃありませんでしたよ。動画は消えてるかもだけど、消えてないことを祈るんだぜ。左何かあるかな？おお、その前に大きな大きなキノコ、美味しそう。やめろ。それではキノコを食べていろいろ大きくなったので。やめろ。あ、縮んじゃった。この動画も消されても知らねえからな。消されません。実は私は YouTube の最高責任者の方と同じこの母なる地球に住んでるんです。一言言わせてくれ。だからどうした？だから消されません。消されるわ。むしろ今の発言で真っ先に消されるわ。YouTube 最高責任者さん、私の動画を消すならまず私から消してみなさー。消されたー。ちょっと待ってくれ。これはもしかして私まで。本当の本当にごめんなさい。あなた様の靴でも何でも舐めさせていただきます。ですので今回だけお許しを。YouTube。怖い。いいか?今度からは優等生でいてくれ。もちろんです。てか今までも優等生だったもん。今回だけだもん。今まで常にギリギリだっただろうが。じゃあ気を取り直して実況やっていくんだぜ。オーケー。いやあ、皆さんは YouTube 最高責任者様に喧嘩を売るようなことしないでくださいね。そんなバカなことするのはお前ぐらいだ。てか意外と今回いい感じじゃないか。サクサクいけてるんだぜ。当たり前じゃん。天才だもん。天才の間違いだろ。ちゃうぶー。出たわー。お前にしては珍しい乗りツッコミ。ん？ここ飛んでいいのかな？ゴム兵か。これを爆発させるみたいなんだぜ。それでは行きましょう。あれ？ちょっと、違う。相変わらずゴム兵の扱い下手すぎだな。ホコリカスの扱いだけはプロ級だよ。なぜクリボンの扱いだけあんなうまいのかな、な不思議なんだぜ。うおっとー。これはまずい。あ、でもゴール。意外とゴール近かったんだな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。それではやっていき、マイケル・ジェイ・フォックスは今どこで何してる？今回は究極の全自動らしいぞ。これはワクワクドキドキだね。ドキドキワクワクだ。あら、じゃなくて、ははデイム、覚悟しろー。もはやあいつかつきないんだな。そんなことはござらん。拙者の喋り方はオカマなんかじゃないでござる。今のはたまたまあんな言葉が出てきただけで揃う。これ以上ないぐらい動揺してんじゃねえか。それより前回の動画はまだ消されてないのか。ああ、お前には悪いが、消されてないんだぜ。YouTube 最高責任者様、どうかあの動画を消してください。ちょっとマジでやめて。さっき本気で消されかけたから、あれはマジで焦ったんだぜ。そして何より、消されてからお前が最高責任者の方の靴を舐める速さに若干引いた。いいですかマリさんくん、私は動画のためなら恥もプライドも投げ捨てます。どう、実況者の鏡でしょ。全然鏡じゃねえ。もう少しプライドを持て。無理です。せめて悩んだふりをしろ。即答するな。今さらもうおせえ。てかレイム、私は一つ気づいてしまったことがある。え、なになに、私が天才ってことにようやく気づいたの？お前はバカだ。それは揺るがねえ。いいかレイム、今回全く実況してねえ。え、それがどうかしたの？こいつ実況者として終わってる。で、ゴールしまったー。ちょっとマリサ、私のゴールの掛け声の邪魔しないでよ。うるせえ。これはやばい。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。ちょっと待てレイム、最速クリア早くないか？あれ？ほんとだ。ちょっと気になるし、やってみようか。よし、今度こそ実況するんだぜ。なるほど、この扉に入ればいいんだね。土管に入ればゴールか。ではお邪魔しマビノギオン。ピハハハハー、騙されたなー。ここは外れたぞー。クッタークッタを倒せたのはいいんだけど、これで出なくない？どうやらこれはやり直しかもしれないな。仕方ありません。ではやり直します。でもどこ行けばいいんだろ。あの扉には入れないし、行き詰まったな。もう一度土管を。これはもしかして？来たー！ゴール！だが結構手こずってしまったから最速ではないな。それでは改めまして、このコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。次は演奏コースだよー。ちなみにおまけコーナーあるのでぜひ見てください。
ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたら、こちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。それでは最後のおまけコーナー、霊夢の一言でお別れしましょう。ではどうぞ。PPAP。I have a pain. I have a apple. A apple pain. I have a pain. I have a pineapple. Pineapple pain. Apple pain. Pineapple pain. Pay pineapple a b